はい。はい、今回の。はい、これが取ってきた朝食です。ママはこちら、はい、フォーもあるし、牛タンも、仙台名物牛タン、具沢山の釜飯があります。笹釜も。そしてこの美味しそうなカレー、ウェスティンカレー、うん、もちろん牛タンも取ってしまいました。外はこんないい景色、今日も一日楽しみます。今宮古へ向かっています。結構長い道のり、仙台から3時間半かけて向かってます。これから三陸鉄道に乗ります。乗れたらいいねちょっと時間ギリギリです。間に合うように頑張ります。はい、宮古駅に到着しました。これから三鉄電車に乗ります。三鉄グッズ。ママがプレミアムランチの切符を買っております。これですね、これにこれから乗ります。ちなみにこういうのもあります。楽しみです。どこ？本当だ、弁当、ウニ丼とかある、うん、うまいね。今回の弁当も結構ね、良さそうだから楽しみです。はい、今回の切符はこれです。三鉄の指定席府の住まいまでと、あと、フリー切符、今日一日のフリー切符ですね。で、往復、宮古から府の住まいまで往復します。ここだよ、1の。ママの方がいい？いや、いいよ。奥行って奥。え？ちょっと入るの？そうそうそう。あら、2人言いたいね。この宮古駅から山田駅まで約30分間の間ですね、皆様と
るのは、おそらく今日のお弁当にも皆さんには入ってないと思うんですけども、美味しいっていう言葉の表現で盛り味がするっていう、ね、めっちゃうまそうやね、面白いですね、食べたい。じゃあ後でちょっと取らせて、取った、これこれ、はいはい、もっとじっくり見ようかな、見てこれ、しました。下の方を手のひらにこう乗せますとパチンと閉まってもここに隙間が必ずあります、はい、まあ、両方あるんですけれども、右側の方ですね、こう見るとこっちの右側の方にっていうのはここのところに、こっちじゃないんですけど、ここのところに硬いあの筋肉がこう白い、あと貝柱があるとここに白い筋肉がくっついてるんですよ。あれが開けたり閉めたりする筋肉なんです。ですからそれをこの下の貝の貝からそこだけ外してあげるとパコッと自分で開きますので、もう、はい、なのでこっからこう入れたらばって、ただこれをちょっと上向きにして入れちゃうと貝柱に当たって貝柱が真っ二つに切れますので、ちょっと下向き下向きと思いながら、で一回ぐさっと刺さないこういったらこうカサ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 と言いながら硬いところをこうちょっと探して、そこに当たったらクックックってやってあげれば開くはずですので、ぜひ、はい、そうですね、こちらは、よいしょ、はい、この手のひら置いてみて、置いてみて。
はい、乗っけて、はい、乗っけて、まあ、持ってもいいけど、あ、これ大丈夫、こから行こう、こから行こう、ガリ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 行こう、そこから行こう、さあ、グリ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 って、あの手でこう持った方がいいかな、しっかりこれをこう持っちゃった方がいいかもしれない、上でしたっけ？下。下は、まあ、上下を外す感じ。ここら辺に硬いのがありますから、ここら辺に。それをあんまりあのこう上上げちゃうと上になるので、上でもいいですよ。外すのは上でもいいです。上でもいい。上でも下でも好きな方から外してください。はい。うわ、なんか。うわ、閉まっちゃって。閉まって。閉まって、動けない。閉まっちゃった。じゃあパパやってみようか。パパして。持っとこうか、持っとこうか。いいですか。じゃあもしあれだったらこれお手本私見せますか、これ。あ、そうですね。はい、いいですか。こうですね。はい、でこう入れ、ここから入れますね。ここから入れて。はい。ここから入れて。うん。こうやると硬いところが今開きました。開くとこういう風になります。はい。そしたらばもう綺麗に全部下を取ってしまいます。そしてひっくり返して上になったか今取りますこういう風な形です。まだ下くっついてます。ここまでお願いします。はい、はい、どうぞ。ここまでどうぞ。僕は無理な気がする。いや頑張って。ここが一番難しいところ。これさえ克服すればお刺身はすっごいうまい。はい、そしたらちょっと見ながら上全部取ってください。そう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 、いいかもしれない。あ、そしたら立てて見ながらやった方がいいです。立てて綺麗に取った方がいいですよ。上から全部取ってください。そしてはい、蓋を取ります。はい、そうです。もったいない。はい、こういう場合はちょっともったいないのでここに置いておきますか、うん、ね、はい、次は内臓を取ります。あ、お母さん待ってましょう。お母さん待ってましょう。はい、そして上をガバッと取ってください。こう上手。はい、あ、取って、あの、こういう風にしてください。殻を取る。殻を取って、はい、いらないです、その殻は。はい、はい、次、人のに入れない。はい、はい、次、内臓を取ります。内臓は手で取ります。はい、ここをこう上げます。ここちょっと離してあげてください。この、はい、この紐もですね。まだ生きてますよ、まだペロペロと。はい、はい、ここまでちょっと外してあげたらば、ここと、この下の紐も一緒にですね、この下の紐とこの黒いところを持って、ホタテの貝柱はも持たないで、こう剥がします。え、貝柱は持たない。はい、こうです。見てください。このようになります。わかりました。わかりました。見ないとダメね。もう勝手にやらない。見ないとダメ。このようになります。ここだけ。黒いところと下の紐を一緒にこう取ると、こういうふうにきれいにくるぽーといきます。そうです、そうです、くるっと、そうです、そうです、はい、ちょっと身が入ったけど、まあ、こんな感じで置いてください。そうです、内臓全部外します。こういうふうにね、貝柱だけ残して、はい、死んでる、はい、もうこれで死んじゃった、もう死んじゃった、はい、はい、そしたらば食べやすいように切って、はい、切って下の貝から貝柱を外せばお刺身の出来上がり。はい、これ僕ね、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、そうです、それで貝、あの貝柱のお刺身の出来上がり。そして紐を食べたい場合、紐にも内臓がくっついてます。皆さん必死ですね、そっちでね、はい、はい、そしたら貝のまま、はい、置いておいてください、お皿の上に、はい、そしたらこう紐はこうやってしごいて内臓をこう外します。そうすると1本、はい、はい、紐は2本ありますので、なんかまだ重い、はい、こうやって内臓、うん、内臓はこう外して、この紐だけを、はい、太平洋でございます。はい、こちら太平洋船越湾の方ですね、はい、あちらが、タブの大島といって、はい、無人島でございます。今はもう調査とかが入るので入れません。昔は入れたんですけど、でもね、できました、はい、あ、そうですか。そしたらば、あと手袋を外して、お醤油、ポン酢などを、よいしょ、あ、もうダメ、もうダメ、2本ありますから、うん、もう手袋外して、はい、ずっとこうやってペロンと、お父さん、はい、お父さんはいろんなところに、いろんなところにいろんなものを持ってしまう。あ、すみません、いいよ、取って、生です。自分で剥いたホタテ、僕は剥いてましい。ホタテの紐かじって、はい、かじった。
はい、行かなかった空くんです。はい、プレミアムランチ列車の、食事が終わった頃です。奥で先ほどご覧いただいたホタテの開発、殻外しですねをやってます。やったんですよ。で、あのカバン見てたんで、こいつだけやってないんですよ。ああ、かなり。じゃあ頑張ろう。兄ちゃんと来てるからな。はい。じゃあ平らな方の階をこっちの大きいからしてる。こう持って、ボールの上にこれ持って、今これここが空いてるからここからこれを入れて、で下の階。下を挟むようにグリグリグリ、こう、こういう感じ。はい、最初だけやるか。宇野住まいで乗り折り返しです。宇野住まい、どうだった？ねえ、プレミアムランチでした。そして、なんて言ったってホタテがあったことが嬉しい。
もうなかなかできないね、ホタテ剥いて食べること、うん、生だった。ひもが。あ、ひも美味しかったね。新鮮だから食べれるんだよ、生でね。今トイレしなくていいの？いや、したいんだけど、もう間に合わない。いや、もう我慢するしかない。うん、そうなんだけどさ。お腹。これが今我々が乗ってきた電車です。そして単線なのでここで待ってました。回収されない。パパ。何？今日さ、3時間かかるの。こっからそうね、2時間半から3時間。長い観光も終わったね。うまいね。朝の入湯温泉です。はい、雪がまだ。え、まだ？